清掃大応急駆逐艦は大韓民国海軍のミサイル駆逐艦の艦級。計画名は KDX-3。イージスシステムを搭載しており、本級の収益により、大韓民国はアメリカ合衆国、日本、スペイン、ノルウェーに次いで世界で5番目のイージス艦保有国となる。大韓民国海軍では1970年前後に、 フレッチャー級駆逐艦を導入して艦隊駆逐艦の運用に着手した後、1980年代にはさらにフラム回収型のアレン・エム・サムナー級、ギアリング級を導入し、洋上作戦能力の強化を図っていた。一方、1970年代に僕世紀政権が発表した自己完結型の国防力整備を目指した8カ年計画に基づき、 戦闘艦の国産化が着手され、まず、東海級コルベットやウルサン級フリゲートが建造された。続いて、初の国産駆逐艦として、KDXI 型が建造されることになり、当初は17から20隻の建造が計画されたものの、実際には1995年から2000年にかけて3隻が建造されるに止まった。またこれに続いて、韓国初の防空艦として、 KDX2 型が建造され、2003年から2008年にかけて6隻が収益した。一方、これと並行してより先進的な防空間の取得計画が進められており、1996年からの概念設計を経て2001年より詳細設計が開始された。搭載システムとしては、 欧州のアパートアメリカのイージス武器システムが訴状に載せられており、すでにイージス艦を運用していた海上自衛隊への問い合わせも含めて検討を重ねた結果、2002年7月には搭載システムとして AWS が選定された。これによって建造されたのが本級である。KDX2 の設計は KDXI と共通点が多かったのに対し、 本級の設計は全く別系統で、アメリカ海軍の RA バーク級フライトイーヤをタイプシップとしている。ただし国産 VLS の追加搭載などに伴った設計変更が行われており、RA バーク級フライトイーヤと比して全長で9.7メートル、幅で1.1メートル大きくなり、基準排水量で約1000トンの差がある。また監視から環境までの全看板に、 顕著なブルーワークが付されている。水線下の形状も RA ーーバーク級とは明らかに異なり、流体力学上不合理なものとなっているとも指摘されている。なおメインマストの左右にある支柱は後から追加されたものであり、当初の構想図にも一番艦の浸水時にもなかったものである。主機も KDXI2 ではコドック方式を採用していたのに対し、本級では アーレーバーク級と同様に、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン4機で、可変ピッチプロペラに軸を駆動する小ガーグ方式となっている。なおこの LM2500 は、韓国のサムスンテックウェイ社によって、ライセンス生産されている。なお2014年10月26日には、本級全館の水中放射雑音が設定された、基準値を超えていることが判明した。 軍はネームシップの収益3ヶ月前の2008年9月にこの問題を把握していたが収益が近いという理由で納入メーカーに数億ボンの賠償金を課しただけで実戦配備していた上記の経緯より本級は AWS を中核とした戦闘システムを備えており米ロッキードマーティン社によってイージス関西戦闘システムとして統合されている戦闘システムの中核となる イージス武器システムはベースライン7.1の発展型が搭載された。多機能レーダーはアン・スパイ1 d が採用されており、そのパッシブフェーズドアレイアンテナの装備容量はアーレーバーク級フライト、イヤと同様である。単身技としてはタレス社と共同開発した DSQS-21BGM を搭載した。対戦線システムとしてはアーレーバーク級では アン、SQ9-89 が搭載されていたのに、対し、本級では、アスワックス系が搭載された。これは、ノルウェー海軍のイージス艦であるフリチョーフ、南戦級フリゲートで搭載されたコングスベルグ社の MSI-2005F 対戦システムをもとに、同社とロッキード・マーティン社が共同で開発したものである。またキャプテスマーク、21エコーソナーも搭載された。 電波探知妨害装置としては、RA ーーバーク級フライトイーヤでは、アン、SL9-323 が搭載されていたのに対し、本級では、KDX2 と同系統の SL9-2001 系、そナタが搭載された。またこれと連動するで濃い発射機も、KDXI-2 と同じく系でゲンヤマーク2を搭載した。衛星通信本級は、収益当初、 アメリカ軍の衛星通信システムに連接する能力を持っていないことが指摘されていた。しかしその後、ミニ玉として知られる案、USC-42 衛星通信端末用の AV2099 衛星通信アンテナを搭載していることが確認されており、またアメリカ側も対外優勝軍事援助により同端末を韓国に対して輸出したことを発表している。また、 韓国軍自身の通信基盤として、無軍派3号5号によるアナシス衛星通信システムも導入されている。このほか、民間の商用衛星通信として、有名なインマルサットや、アメリカの KVH インダストリーズ社と日本のスカパー J サット社によるローミングサービスも搭載している。これらは、アメリカ軍が同盟国との統合作戦に使用するために整備している。 セントリックスなどに接続するために用いられる。艦隊空ミサイルの発射装置として、艦首艦班に48セル、また管理側に32セルのマーク、41、VLS を備えている。ミサイルとしては、SM-2MR ブロック5、艦隊防空ミサイル、または SM 股艦防空ミサイルが搭載されており、また SM-2 については、 sm-6 への更新が決定された。CIWS は KDX-2 と同構成でラム近接防空ミサイルとゴールキーパーを併用している。艦隊艦ミサイルとしては国産の海星の4連装発射塔を4機搭載する。また艦尾側のマーク41と並べて国産の VLS を48セル備えており、クレナイサメ対戦ミサイル十六発及び 天竜艦対地ミサイル32発を収容している。艦砲は KDX2 と同構成で62口径1 2 7ト、mm、ル単装砲を監視艦板に搭載した。短距離用の対戦兵器も KDX2 と同じく K745 青ザメ魚雷の324立方ミリメートル連装を魚雷発射艦を搭載した。一番艦は 現代重工業に2004年8月25日に発注され、2004年11月に一番艦の建造着工。2008年12月実践配備。当初、安、竜福都市、池徳市、陰久夏が官名候補として検討されたが、2007年に清掃大王と名付けられた。また、同年6月28日には陰久夏が、 犬は仕型ミサイル艇に命名され、官名候補から外れた。計画初期では、イージス艦6隻建造の構想もあったと伝われているが、最終的には3隻の建造で決定された。運用維持及び補修などに必要な予算確保などの問題があるとの指摘もある。ただし2013年12月10日、韓国軍当局は、 イージス艦3隻を新たに導入し、6隻体制に増強する計画を確定した。ありがとうございます。